皆さんこんばんは、やいです。今日はね、一風変わった感じで日常をご報告させていただこうと思いますよ。今日は2020年の9月の27日ですの日曜日ですね。お疲れ様です。どんな日でしたか？で、まあそんなことよりもね、まずどうなってんだってことからね、お話した方がいいと思うんであれなんですけど、この iPad で私はヤギは絵を描きな、いや日常報告のクオリティを上げたいと思ったんですよ。で、ババーン、これですよ。どうですか皆さん、ババーン、いいですよね。で、お品書きが挨拶、何か、さよならということでやっていきましょう。これやばいな、今思った。これちょっと時間見えないんで、なんか測っとかないとえげつないことになるな。よし。で、まあね、絵描きな、絵そんな得意じゃないんですけど、まあ、だからこそね、絵を描きながら絵のね上達させていきながらね、いいじゃないですか、そういうの。で、これを借りれたわけですよ、今日。この iPad じゃん。でもこれの使い方がいまいち分かってないんで、ちょっとあれなんですけど、あ、何これ消えないんですけど、うわーん、どうしよう、消えない。あ、これか。いや、怖い、なんだこいつ。おなんか消してるっていうか、白色塗ってるって感じですね。これはね、その借りてる人からが入れてるアプリですね。まあちょっとわかんないんですけど、はあ、まあ状況から、どうしよう、どうしたら、どうしたら消えるんだ。よら、一つの回答が出ました。うまく消さなくていい、このままでいい。で、じゃあ何の絵をね描こうかってところなんですけど、なんかね、そうだな、全然決めてないんですよね。まあ、唯一描けるのはコイキングなんですよ。こう、なんかコイキングってこんな感じじゃないですか。でもこれ描いちゃったらまたちょっと消すの大変だから、これぐらいにしとこう。ね、もう上手いでしょ、こんなんじゃないですか、あいつって。これだけ練習したんですよね、昔。こんなんでしょ、まあ、あ、やばっ、こんな感じでね、絵を描きながらまったりね、日常報告していけたらいいと思ってるんですけど、なんか描いてほしいやつありますか？いやいや、うんこは書けん、さすがに。そんな子供じゃないんですから。そうですね、おっとっとっと、あぶねあぶね。そうだな、まあ俺、あ、私、あ、ヤギ、なんかこうイラストレーターの方いるじゃないですか、めっちゃ可愛い女の子描くの。なんかああいうの描けるようになりたいな、ということで女の子描きますね。可愛い女の子、まず可愛い女の子の仕草で言うと、多分こういう感じなんですよね、可愛い女の子って。で、まあ肩があって、あ、でもこれむずいな、喋りながら絵描かないといけないんで、まあ、皆さんはね、じゃあどうでしたか、この日曜日ね、まあ土日ね、あの連休終わりの休みだ、休み明けになりますからね。あ、違うわ、連休あって水木金働かれたんですね、もしくは学校ね行ったんですよね。どうでしたか、楽しかったですか、久々はね。なんかやっぱ久々っていいですよね。これちょっとむずくない？あ、だいぶいいですね。でもイラストレーターさんが描く女子高生
ぽくなってるんじゃないですか、これは。ね、私が磨いてあげる。優しい、めっちゃ優しいですね。これで絵が上手くなるのか。いやでもね、私絵が上手くなる方法を知ってて、なんかね、いきなりこうやって構造を描くからダメなんですよ。だから例えばなんかこう、なんかこうやって、でこうやって、でこう、そうそうそう、このパーツみたいな感じでね、やるといいって書いてたんで、すごく悲しい女の子になってしまった。これ消して、邪魔だな、こういうキング、ギャロップなってくんねえから。あ、じゃあギャロップ書いていいですか。ギャロップじゃないわ、すいません、あれだった、なんだったっけ、進化したやつ、竜のギャラドスか。ちょっとギャラドスはもう本当に書いたことないんで、人生で。ギャラドスむずいな、多分。あれも口から書いてる方が良さそうですね。なんかこうギャイーンって感じじゃないですか、ギャラドスって。でなんか鼻は大きいイメージあるし、でこうかな、多分。手とかつけといた方が一応、まあこんな感じだと思うんですけどね。ギャラドス、ギャラドスと。よかったな、進化して。絵描くスペースなくなってきました。え、今何分ぐらいかわかんないですね。なんか撮り始めた時に一応ストップをつましたんですけど、それが今6分なんで、多分8分ぐらいじゃないかな。10分目安にしたいんで、まあ2分ぐらい、2分で描ける絵か。あ、これね、今イヤホンつけてるんですよ。今いつもイヤホンつけてないんですけど、そのイヤホンの線が擦れてガサガサ言ってたらごめんなさい。謝れていい子。なんかね、ちょっとしたことでも褒めてもらいたいですよね。なんかそしたら成長できる。あ、でもこれ、あ、やばいやばい、タイプにもよるか。これ、あ、これ今分かったんですけど、これを緑にして、あ、緑にしてこれをめっちゃ太くしたら、ほらほら、キャンパスができる。緑のキャンパスが。なんでこの上薄いよ。あ、これだ、よし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 、これで緑のキャンパスができたんで、うんうん。これちょっと緑のキャンパスを、うんうん、よし、で白にして、ここにじゃあ森を作ってあげましょう。あ、いいですね。もうやっぱね、地球温暖化がね、いろいろありますから、やっぱ、ね、あれらしいですよ、その外国に住まれてる方からとかしたら、ほんとプラスチックとかね、使いすぎするらしいですわ。あの、そりゃそうですね。なんでか、あの、使いすぎって怒ってるのかっていうと、あの、地球壊す気みたいなね、なんか意識が足りないんでしょうね、我々のね。でもなんかね、エコバッグ、なんか海じゃないのか、もめ書いちゃった。まあそういう世界線じゃないんで、ここは、この緑のところは人描いたのかな、人。怖いでしょ、こういう世界なんで、ここはいいですね、アートっぽくなりましたね。ということで、お時間ですかね。こう、よっと、さよならです。まあ、iPad を借りれたらね、こうどんどん絵を描いていって、最終的にはやっぱこうギャラドスも、女の子もね、描けるようになっていけたらいいなと思っていますので、ありがとうございました皆さん。さようなら、今日も楽しく
残り時間少ないですけどね、今日は楽しく生きてくださいね。お疲れ様でやんす。